どうしたの？なんだよ、まさかまた。ちょっと見てきます。あ、俺も行くよ。ああいうのを見るのは二度とごめんだ。よかったな、誰もいなくて。おかしいですね、誰も乗っていないなんて。なあみゆきちゃん、誰も乗ってないのがなんでおかしいんだ？この車、今日ここへ来たばかりって感じです。だったら乗っていた人はどこに行ったんでしょう？あ、車輪の跡もほら。車は普通のナンバーか。じゃなかったら確定なんだけど。え、みゆきちゃん今なんて？いえ、なんでもないです。なあみゆきちゃん、さっき何を言いかけたの？大したことじゃないです、気にしないでください。運転手は女か？特に異常はないみたいです。そろそろ行きましょうか。ああ。それにしても、今どのあたりなんだろうな。今古出神社の手前ですね。ほら、ここです。少し前に石段が見えますよね。神社はあの階段の上ですよ。階段？あんなの登るのかよ。なんだあるんだありゃ。とにかく登るしかありませんよ。行きましょう龍之介さん。ああ。
大丈夫ですか？滑りますから気をつけてくださいね。ああ、悪い。大丈夫ですか？だいぶ冷えてきましたね。急ぎましょう。みゆきちゃんは大丈夫か？寒くない？私は平気ですよ。龍之介さん、ここも苔がすごいです。足を滑らせないよう気をつけてくださいね。了解。おっと、まさか壊れて崩れたりしないよな？どうしたんです？いや、別に。気のせいだ。あそこに見えるのは本殿ですね。ああ、あそこに誰かいるなんてことはないよな。一応確かめておきましょう。散々だよ。龍之介さん、どうしました？みゆきちゃん、これ、これ？ん？あれ？
龍之介さん、大丈夫ですか？どうしたんですか、龍之介さん。顔が真っ青ですよ。ね、あ、いや、幻覚見ちまったみたいでさ。幻覚？どんな幻覚ですか？人？それとも？いや、ごめん、俺のも気のせいかもな。龍之介さん、幻覚を見ることってよくあるんですか？まさか、そんなものが見えるほど不健全な生活は送ってないっての。そうですか。なんだか気味が悪いですね。奴らの気配はないか。奴らって？あ、いえ、なんでもないです。先を越せたか。行きましょう、龍之介さん。ああ。まさか、まさかな。木南沢の村祭りのことですね。どうやら村祭りがここで行われていたようです。神社の境内でか。当時は賑やかだったんだろうな。ここってちょっとした公共施設だったみたいですよ。きっとこの集会所では村のイベントやお稽古ごとの教室なども開かれていたんでしょう。へえ、なるほどね。こっちに集会所があるはずです。ん？どうしました、龍之介さん。みゆきちゃんってこの村のことずいぶん詳しいんだね。ええ、まあ私もまた聞きですからよく知りませんけどね。
な。もしかしてさっきの車の持ち主かな。さあどうでしょうか。あの明かり、さっき高台から見えたやつかな。おそらく。しばらく様子を見た方がいいんじゃない。様子って、それじゃ集会所には行かないってことですか。ああ、その方が。行ってみましょう。行ってみるって？集会所の中にです。ちょっと確かめてみても損はないと思いますよ。ちょっと待った。え？幽霊とかだったらどうするんだよ。はい。いや、そのだから、まあその可能性も確かにありますが、幽霊なのかそうでないのかは確かめてみなくちゃわからないでしょ。そりゃそうだけど。幽霊だったら私が殴り倒してあげます。ドア開けますよ。あ、おい。みゆきちゃん、あんたたち何問題？いや、あの、こういう場合は先に名乗るのが礼儀でしょう。ほう、別に怪しいものじゃないです。これ下げてもらえませんか。なんであんたみたいなのがこんなお姉さんと一緒にいるんだろうね。え、それどういう意味で？夜分にすみませんが、電話をお借りしたいんですけど、よろしいでしょうか。電話？バカを追い出ないよ。
こんな村に電話なんてあるわけないだろう。ここをどこだと思ってるんだい。日南沢は知っての通り廃村だよ。ですね。もしかしたらって思ったんですけど。期待を裏切って申し訳ないね。私が謝ることじゃないんだけどさ。とにかく中へお入りよ。濡れたまんまでそんなところにいたんじゃ風邪ひくよ。みゆきちゃん、じゃあお言葉に甘えて。こっちさ。お邪魔しますね。みゆきちゃん。ん？皆さん、お休みのところすみません。お電話をお借りしたいと思ってお邪魔しました。ちょっと失礼しますね。電話はどうやらこれしかないみたいですね。だな。他にはないのかな。なさそうですけど。あんたたちどこに電話したいんだい。ええ、
ちょっと警察に。警察って、なんで？人が死んでたんだよ。ここに来る途中で、車の中で全員座席に座ったまま。そんな。見たんですか？見たって何を？死体ですよ。本当にみんな死んで。ああ、まあな。全員綺麗な顔して死んでたぜ。それが？あ、いえ、僕、死体は苦手だから。誰も得意なやつなんていねえだろ。あ、そうですよね。どのあたりなんですか？その、自殺者の車って。ここからそんなに遠くないとこだよね、みゆきちゃん。ええ、みゆきちゃん。早く警察に連絡しないとね。あなた方の携帯はダメなんですか？県外なんですよね、龍之介さん。ああ村の電話が一つでも使えればと思って電話を探しに来たんですけど。わかんないね。だいたいこんなところで電話なんかつながるわけがないだろ。私のもダメみたいです。県外でした。したんですか？あ、いや、なんでもない。あなたはどうですか？乙部、さっきからどうしたんだい？ビクビクして。すみません、ちょっと考え事を。携帯どうですか？つながりますか？ああ、はい、電源入れてみます。電源切ってたら携帯電話の意味がないんじゃないですか？それはまあそうですね。
おい、お前。すみません。電池が切れかかってたんで、電源切ってたんですよ、僕。こんな山の中じゃ電話なんてつながるもんじゃないよ。沖ノ宮まで行って直接話した方がいいんじゃないのかい？それとも、あ、僕の携帯アンテナ一本なら立つかも。マジかよ。うん、大丈夫そうです。玄関の方に行けばもっと立つかも。もしもし、警察ですか？はい、はい。お、あいつの携帯なんとか繋がったみたいだな。どうやらそうみたいですね。みゆきちゃん、日並沢です。はい、集団自殺で。僕もまた聞きなんでよくわからないんですけど。はい、はい。とにかくあいつが連絡してくれたならもう大丈夫だな。だといいですね。どうした？携帯、電池切れちゃいました。すみません。まあでも途中までは警察と話せたんだし、警察も大体分かってくれただろう。そうですよね。これで外部と連絡を取る手段は完全に断たれたってことですね。まあ夜はどっちみち動けないんだからさ、のんびりと警察が来るまで待つしかねえよな。ですね。それにしてもさ、無人のはずのこの村で少女が5人も顔を揃えるなんて、これはきっと何かのご縁だよね。それじゃあ死者しか住まぬこの村で一夜限りのお付き合いと行こうかね。これはそこのお姉さんにだよ。お、どうも。みゆきちゃん。
ちそうさまです。いい飲みっぷりだね。どうも。それじゃあ私も。どうぞ。それじゃあせっかくだからいただこうかね。お酒はお強いんですか？あんたほどじゃないがね。まあ一夜は長い。長いようで短いようで。でね。龍之介さん、私車から荷物取ってきます。みゆきちゃんはここにいな。荷物なら俺が。いいんです。荷物がいっぱい積んであって、どれがキャンプ道具なのかきっとわからないと思うから。それじゃ。それじゃ、とりあえず名前くらい聞いとこうかね。いきなり、俺？順番に行こうじゃないか。私たちもさっき来たとこでさ、まだみんな名前も知らない者同士なんだ。どうしたんだい？早く頼むよ。